おはようございます。相変わらずですね、はい、なんだよ。いや、殴りそうだったら先に言ったんだよ。待ってやろうと思ったの。当たり前だよな。そんな感じがしたんだよ。先週やったから今日は仕返しのつもりでね、やろうとしたらこいつがね先にやってきたんで、とんちょっと待って。しょうがねえ、距離があるんだよ。しょうがねえな、もう諦めなよ。俺は何やってる。自様なんだから目が見えないから、うん、きちっと的に当たるかどうかの実験がしたいんだよ、うん、な。あ、そう。で今日は何の話かというと、うん、都知事選が迫ってきた、そろそろ駒が出揃ったよと、うん、ああいうことで、ね、石原慎太郎さん、ね、それから今さらさんつけんな、まあ、じゃあ慎ちゃんでいいか。いや、慎太郎でいい。慎太郎な。おかしいんだよ、なんとかってさんつけるっていうのはね、うん、普通名前呼んでいいの。呼ぶときはじゃあその石原さんどうぞっていうのはいいけどね、うんうんうん、普通ね、なんとかさん、なんとかさん、ね、ああそうか、特に黒柳なんかなんとかっていうのは、うん、ジョン・ウェインさんとかね、言ってんのバカじゃねえか。友達でもバカだけどな、まあ、いやだからさ、じゃあ石原慎太郎でしょ、うん、それから黒川紀章がね、でね、共産党からあの元の足立区長の吉田美濃部さんはもう出る気ないな、うん、もう散々やったから。それでついに宮城県の前の知事の浅野志郎君が、これは黒君というのはあれ厚生省の役人でね、年金やなんかをすごく俺に教えてくれたんですよ、うん、それはね、あの民社党っていうのは民主党から出るの。出るんじゃない、民主党が頼んだ時は断ったの、つまり政党がバックにあるという立候補はしたくないと断ったんだけども、今度は市民運動に担がれたという形式になってて、民主党は後から応援しますというこういう形なんで、まあ、出る気になったと思います。ズバッと言う、石原慎太郎にかなうやつなんて一人もいないけど。いや、いませんが、うん、ね、それじゃあ選挙面白くない、ね、うん、やっぱ東京都民は反石原もいるわけだから。だから建築屋が出たってじゃん。建築屋は黒川だろ、うん、あれね、うん、前話したかな、あの石原がね、うん、選挙出た都知事ね、うん、それで美濃さんってやったかな、うん、やった第一本入ってた、うん、ね、うん、ああこれダメだからっつったんだよ、うんうんうん、ねえ、したらそんなことあるもんか、うん、そんなことはない、うん、そんなことはねえ、だって俺の選挙の方もずっとお前らプロだ、うん、ダメに決まってんじゃねえ、うん、いい年こいてその若者みたい、若者ならね、いや、やってるうちに逆転があるかもしれない、まだフロリダが残ってるとかってこと言うかもしれない、しゃれてるよな、アメリカの話だな、あ、そう、あ、これあんまり利口じゃねえなと思って、うん、ちょっとその話先週聞いたよ。聞いたか。聞いた。あ、なんでやってんの。ボケてんの、忘れたな。あの、うん、マレーシア行ってきてね。それはもっと前の話だよ。そうか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 、うん、それでね、うん、でその朝民主党の話、今回は民主党がずるいというか逃げたというか、もうますます民主党の人気は落ちるよっていう話がしたい。ということは自分のところで候補者を出すと小沢さんは断言したけど出せない、ね、てめえが出ればいいじゃねえか。小沢が起きれば小沢か菅ですよ。ところが岩手の田舎者がどうして出るんだって言われるから、やっぱり菅直人になるんだよ、うん、だけど菅直人は怖いから、石原慎太郎に大差で負けるともう民主党で次の代表になる目がないからね、出ないんで逃げてる。いや、そのぐらい自公を託すのにはどうにもならない党に彼らはいるってことを自覚してるよ、うん、だけでなくてだ、うん、自分が出てみっともない真似をすると民主党全体がダメになるとかいうことがあるので、そういう計算、せこい計算、てめえが一生懸命やってやればいつ風が吹くか分かんないし。本当はそれなんの。本当なんだ、あの、そのまんましがしみたいなやつだって入るんだから、ね、そう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 、やるがいいじゃねえか。いや、選挙ってのはそういうことがあるんだよ、うん、だけども菅直人はやっぱりそこまで行くには自分の力はないと分かってるから、うん、逃げちゃって怖いから、うんうん、だから慎太郎ね、菅なんて読み寄れちゃう管なんだから、中身何にもねえんだ、中身、ね、あ、管中身あったら困っちゃうからね、うん、そうそう、いや、いや、それでさ、結局民主党がバックアップすることになると思いますが、はいはいはい、本人もやっぱりあわあわ騒がれって、やっぱその気になるのかね、やる気なかったんですよね。だけど勝てるわけがねえだ、勝てるわけない、知ってますよ本人は、知ってるでしょ、宮城県の知事3期もやったんですよ、うん、ね、でなんでやるの、うん、だからまあ、担ぎ出されたとか、まあいろいろ自分のそれなりの意味もあると思うんですが、でもあとの約束もあるのか、参議院に持ってとか、いや参議院みっともないよ、都知事選起こってね、宮城県の知事がね参議院選挙出た、参議院選挙はバカでも当選できるんだよ、うん、テレビちょいと出てる、お前も4回やったもんな、その頃はまだね時代が違うんだよ、バカじゃ当選できない、これ失礼しました、はい、やっぱりかなりの利口でなきゃ、ああそうだ、うん、分かってる、分かってる、分かった、分かった、うん、じゃあね、うん、都知事選はそこでいよいよ、うん、来週はきちっと4人揃いますから、大体お前な、俺に言わせろよ、大田氏よ、えっ、あんなお前、あんな俺の俺変えてお前許せるか、お前、おい、お前許せねえだろ、川内公判先生だよ、それは。そう、川内先生の真似。なんでそこで突然真似するんだよ。いや、あの、俺はだって古文だもん、川内さん。わかった。じゃあその話は後にする、後にするよ。ああいうのに逆らうのはバカだよ。そういうことが怖いぞ、お前。怖いぞ。
知らねえぞ、火つけられたって知らねえぞ。こんにちは、道平陽子です。風がまだ強い日がありますが、春の匂いとなりました。桜ももう咲いているそうですね。では、なんとなく、どうぞ。今週のね、ニューストピックスなら、なんだって森進一のバカですよ。ね、もう歌手生命終わりだよ、あれは。許せねえよ、俺が。なんで許せねえ。お母さん歌うな、お母さんを。あ、おふくろさんだよ。いやいや、まあ、いいや、いや今ね、管には中身がねえっつったろ、うん、うまいこと言うなと思ったけどね、管に中身がある時あるよ。なんで俺超閉塞になっちゃった。やだな、管の中に中身があって超閉塞。そんな話やだ、ね、気持ち悪いよ。ちょっとやらせてくれよ。何を、俺をお前の、おう、大事よ、お前来いよ、お前。俺ね、あの先生、俺が一番好きだと思うんだよね。俺のことが一番好きだ、うんうん、川内公判は、うん、86だっけ、うん、そう言えばね、彼はね、はっきり言ってね、すごい人なんだ。才能もあるけども、器そのものが、うん、でね、男子が一番好きだと思うよ。これ二人でいるとこ何回見てるけどな、うん、本当に、うん、もうあの弟子と師匠の親子みたいなもん、おいって言うと、はいって言ってね、うん、あ、そう、やっぱり、うん、いや、佐藤栄作さんが、うん、今はなき佐藤栄作さんもね、うん、男子が大好きなんだ、うん、で、分かるんだよ、うん、公判先生も大好きなんだ、うん、今回森進一の事件はお前が間に入ったら、俺は焚きつけるだけだ。先生はあんなもの許し、先生許しちゃダメだ。あんな当たり前だ、あんなもんでお前許すと思ってんだから、うん、あっちゃダメだよって言うもんだな。だけどね、うん、森進一そのものがね、本当にねバカだと思うのは、周りにね、なんていうの、ちゃんとした人もいないんだ。こうやって暮らしたからなことになるね。歌うまいのにな。そう、歌うまいけども、うん、ね、あのおふくろさんは川内先生と作曲がいて成り立ってんの、僕の歌ですなんてね、そんなこと言うのは歌手のうちには入んないよ。でも森進一に言わせると、何十年前から歌ってたって言うんだろ。そりゃ歌ってたって何十万年前からあの歌あるけども。いや違う、作詞ってのはすぐ変えたやつ歌ってたから、歌ってたからいいってもんじゃない。それは公安さんが気がつかなかったのに。そう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 、ほんで気がつけば怒る、怒るよ。作家がてめえの文章を変えられてね、ついでに言うと島倉千代子なんてのバカな、うん、あの星野さんが書いた、うん、東京だよおっかさん、うん、お母さんだって、うん、お母さんって面じゃねえな、田舎っての面してるやつね。それが品川生まれだけどね。品川で拾われたんじゃないかな、だからね。だからね、そのぐらい激しく言いたくなるくらいね。わかります。詩を変えるってことは失礼千万だ。これはね、陳さんね、俺も聞いたことある。高橋菊太郎さん、古城を書いたね、うん、あの名作。昔からあの博多湯船であるとか、船頭みんなあれ短い詩が、そう、高橋氏、うん、そう、知ってるよ。あの人がね、俺せがれ同級生だ。したらね、親父がね、うん、4時間も5時間もね、うん、歌詞の1語ね、うん、おとか1語1句な、うん、1語、うん、なんとかおっていうのなんとかにって、うん、その2とおをね、うん、一晩中考えてた、うん、そうですよ、そういうもんなんだね。作詞家ってヘニオファだけでもって命がけで書いてた。そう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 、うん、伊達に書いてんじゃないんだよ。だからそれがね、分からないでね、森進一はなんで分かんないか、歌手みんなそうだけど、作曲家は先生と思ってんだよ、作詞家のことはそんな大事な人だと思ってないんだよ。そうか、だけど相手は悪くないよ、悪いよ、川内公判伊達じゃねえぞお前。いや、あれ思ったらたまっとんじゃないの。俺もね、会ったことあったけど怖かったな。怖いよ、怖いよ、ね、顔も怖いしね、うん、言うこともすごいんだよ。すごいけど、それはね、後半さんを知ってる我々はね、うん、当然だと思うけどな、森進一はさ、それも知らない、ほとんど会ったことないと思うんだよね。バカだよ、雪のね、八戸までね、うん、カメラ十何台連れてね、映させるためにわざわざ留守宅行ってね、それで何持ってったかというと、トラヤの羊羹を袋を見てすぐ分かんのよ、うん、札束でも入れるって言うんだよ。いやだって公安さんは金では動く人じゃないよ。いやもちろん動かないよ。だけどトラヤの羊羹今時ね、持ってくるなって札束の方が怒るよ。あ、それは怒りますよ、怒るよ、それは怒りますけど、それ前にだからトラヤの羊羹に札束を巻いてきてるから結局もないじゃない。ダメだなこいつ。いやだけど本当に公安さんっていうのは、あんな今でも怒るっていうのはすごい人なんだね。うん、86であの人は、ね、いつも怒ってるわけじゃないよ、あの人。別に怒ってませんよ。そうだよな、うん、まあ、あの国心みたいなことがあるから、国だね、国を憂いたりなんかするけど、でもね、総理大臣とね、直でね、タメ口が聞けるってさ、そうたくさんいないの。そうよ、うん、だからお前なんかあったら、うん、竹下のところ行っとくから、お前あの行ってくれなんて、うん、いや平気で言うけど、嘘じゃなくて本当にそうなんだ。伊藤総一郎さんのパーティーの時に会食してくれたじゃない、うん、あと公安先生来たじゃない。だって俺のところの顧問だもん、立川流の顧問、うん、ただ全然金払ってないんだよ。
払ってないけどちゃんと後半先生はご馳走してくれるとかな、うん、そうそうそう、すごい人なんだよ、うん、いやご馳走してくれるからすごいってのは変な話だけどね俺だってご馳走ぐらいできるよなりだご馳走何でも殺すんだよ、人にご馳走したことねえからねご馳走すればよっぽどすごいと思ったよね何で踏み入れても何でも踏むんだからね人の、はい、人の情けで、ね、あと他ないの食べ物もらって生きてるんだからさ、うん、そうそうそう、な今さらそんなこと言うんじゃないけど、あるよ、オスカー何、えオスカーアカデミー賞、それよりもさ日本の話題でさ、うん、なんかねえかね、ないだろ、はい、何円楽さん、あ円楽さんが引退したっつうけどさ、あ それかやっぱり、いやいやいやそれかじゃないよ、落語やめるっつだけど、あれ引退って言うのか、あれだって日刊スポーツかなんか一面に出てたよ、え一面だよ、それは不法の時は出るよ不法の時出ないやんねちょっとあんなやつってことは出るよ、言っとくけどね、うん、笑点っていうのはね、うんうん、俺があの番組を利用した俺の漫談であり、俺のメッセージだった、うん、あの時はな、あの時はね、そう、ね、焦点ができた時な、で言っとくけどね、それで俺は作者だから、うん、作家になってたからね、うんうん、で司会を、まあ、有望なやつだからって円楽使ってくれたの、うんだ、うん、今と同じでバカだ、あんまりにもひどいんだよな、不器用なんだろあれ、不器用不器用不器用、それはまあ落語とはまあ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 、まあ、別問題としてもね、うんうんうん、で下ろすって言うんだよ、それからね、あそう、うん、だからやめてくれ、かわいそうだからってことでね、うん、大事なやつだからってんで、うん、無理に残したのよ、あそういう話あったんだ、それで俺が、それでその代わりに俺が司会をしてやるっていうのは、違う違う、彼が司会じゃなくて円楽さんは最初司会したのよ、あそうで彼は回答者の方に回るって、回答者じゃない、うん、作家だよ俺は、あ作家か、うん、出なかった、構成グループに入ると、ああそうかそうか、あ構成も何もない、俺が作ったやつをやらせてるんだから、うん、みんなに、うん、分かってるよ、で座布団運んだのがマムシでしょ、そうそうそう、その後だよ、うん、その後、うん、そうだ、あ要するに最初に言ったの前座、あの2つ目が、うんうん、その後俺が運んだ、言いたいのは、うん、俺が作ったもの、うんね、それで、まあ、他にどうにもなんねえから俺が司会をやってずっと続けてきたけど、うん、俺の場合はどっちかっていうと、まあ、あのシックジョークだとかな、病的なジョークとか割と厳しいこと言うだろ、あそうか、辛口やってたな当時、なあ酔っ払い運転がなぜ悪いからって言うと、引いた時に充実感がねえからなんて言われてやってたでしょそうそうそう、当時何十年も前、あらあら、しゃれてんだよ、コウモリはなんで逆さになってるか、こうなるとリモコンになっちゃうなんて、こんなすげえジョークをやってたわけなでそれがまあ非常にポピュラーになったから受けたんでしょうけどね、うん、俺にとってはもう、まあ、10年20年早かったのかな、なるほど、早いんです、うん、ということは円楽さんは、師匠が面倒を見たというか、ありがとう、知ってるけども、ありがとう、そうだよね、ありがとうです、うん、で落語の方ではなんとかかんとかだけど、星の王子様の時代はだって男子が別に面倒見たわけだ、だって星の王子様ってつけたの彼だ、俺だ、え、うん、そうよ、いや俺一緒に星の王子様でやってたよ、いやだから一人ずつみんなタイトルつけたのよ、それでコンペイは、うん、まあ、うん、バカにしろとか、うん、で歌さんはその間中間入って真面目に、うん、マジでやれとか、うん、そういう役割キャラを作ってやったわけ、そうよ、こちらはこう、うんうん、あそれがあったのか、それならこちらと喧嘩になって、岩上の男も彼が作った、あそう、全然知らなかった、うん、全編俺様だよ、こんなのもしゃべだから、うんうん、大事なお前作ったんだよな、なあそれお前ガタガタやるせんでお前怒るよな、なあ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 、いや、うん、お黒さんになっちゃった、まあ、いやでもね、うん、それ言うなら俺こんなのがあるんだよ、アカデミー賞、何これ見てください、これね、三遊亭円楽と野添陳平2人がね歌ってるレコードがあるんですよ、売れなかったのね、売れないよ当たり前じゃんこれ漫画ハリス直さんじゃない、あそうだそうだ、だからそれも言いたいんだよ、ね、ハリス直さんで、これがねレコードになったけど、もともとテレビ映画で13回でね、円楽と俺で2人で、うん、あと話しか入れて、そういう番組あったの、なぜ話題になってないかって、全然視聴率取れないから、つまり遠慮がその程度だ、うん、俺が助けてやってもダメだったの、あそうそうそう、何が助けてやってたよ、足引っ張ったんじゃない、いやそれは事実はそうだよ、あ陳さんも売れてた、売れてたよ、陳さん売れてた、頭が良すぎて芸能向きじゃなかったんだよ、うん、そういうことだよ、今ボケてきてからちょうどよかったねえ、いや、叩いてよ、ハリセンで、いや だけどさ、普通落語ができなくなったからって引退宣言ってあまりないだろ、はい、知らない、うん、いや普通は芸能界引退だけど、円楽さんは落語はできませんと、もうろれつまんないし、人工透析だからね、長いことかわいそうなんだよ、それはかわいそうなんだよ、あいつに言ってたね、俺にね、うん、俺のその蓄能の苦しさとかね、なんかの苦しさは分からないよっつって、うん、だろうね、これはね、えれあいつ5秒背負ってる、そういう意味ではすげえかわいそうなんだよ、でも円楽さん、あなた買ってたよ、お前、いやだからいろいろと番組をやってたり一緒にやったりなんかして、面倒は見てるよ、まあ、いいよその話、まあ、いいよいいよ、それよりね俺ね、うん、俺見たらアカデミー賞でね荒川君が撮ったっていうのね、俺見てんだ、このあのなんだあのクイーンって見てんだ、どういうわけ、受賞の一覧よ、ね、いやいや荒川君ってのは確かね、うん、ヘップバーンオードリーですよ、ケッティンじゃないですよ、うんうん、あのオードリーがね目が悪いのか見えないのかな、それで、うん、
あの逃げるんだよ、それを追ってくるんだよ悪役で。ちょっと何の話してんの？暗くなるの。アカデミー賞を取ったの、その人は。取ったの、アーキン、アラーキン、アラーキンっていう人。悪役だけど、いいやつで、ね、いいやつ、いい役者で、ね、なんか助演か、助演男優賞、男優賞、そうそう、うん、あ聞いたけども、あそれか、うん、それでもいい年になったろうな。アカデミー賞ってどうしたんだ、騒ぐの日本で。分かんない、だって見てないんだからさ、騒がれても困るんだよ。なんか騒ぎたいんで、騒ぐものがあればいいんですよ。あ、そういうこと。納豆だろうが、そのアカデミー賞だろうが、ね、そこんなもんでも何でもいいんだよ。株の起こったってのは関係ない。あ、株、いやいや、お金に国境がないから、うん、もうアメリカで起きたことも日本も、上海も香港も、ね、ロンドンも何でもね、同時にバーッとなっちゃう。お金が世界中駆け巡ってんのよ。つまり日本人も、つまり中国の株を買ってるからってことですか？いや、株も買ってるが、中国の株を世界中の人が買ってある程度上がる。あ、そうか。下がりかけるとそれ売れってんだよ。だから中国だけでやってる分なら中国が下がるとかって関係ねえやん。そう昔はだからそういうふうに国、あのお金がね、大体ね、中国あたりで株をやるなんて生意気だな。ちょっと待ってよ、生意気だよ。日本よりも経済が成長してるから、インドと中国は世界のマネーが集まったら儲かるとこなんですよ。そうだ、経済ってのは人間が多い方があれだから。しかもこれですから、どっちみち取られちゃうだろう、あの日本なんか中国に。あ、日本が中国に取られるって何の話？領土取られちゃうの？領土っていうか、入ってくるうちにみんな向こうに同化して、みんなもう、そういう意味か。そういう意味で野添陳平なんてのはもう、うん、あの最初のもう、うん、もう先天の命があるんだよ。だ、中国の文化を研究したから。これはだから立腕単通っていうの。ああ、これもう日本は全部中華街になっちゃう。そうね。だから今はもう、だからもうテレビでも何でも日本のことはもう東朝鮮と言ったり、東中国と言ったり言ってる。それじゃ横浜はなんか俺たち東京タウンを作ってもらって、そこ行かなきゃ。そう。中国人はそんなもの。寿司屋が増えたとか、寿司が増えたって、あ、東京タウン。だけど今ね、俺の大久保なんかね、寿司屋がね、平気でもってね、へい、あの、つまりあのなね、トロキムチ一丁とかね、もうやってるよ。やってるよ。やられてんだ、日本はどんどん。だからね、黒人が握ってたけど、やっぱりなんかやっぱり嫌だね、どっか悪いけどな、そう。合わねえな。いや、白米が玄米になっちゃったから。ちょっと待って。そうそう。例えばね、その。うるせえよ。いや、あのね、日本人とか韓国人なら分かんないけどね、それでもね、上がり一つ頼むなんてやって、やっぱりこれで終わりだよ、次のコーナー行くよ。ガリいいか、ガリなんてな。今日は何の映画ですか？スポイラーズですよね。何回も何回も映画されてますがね、最後はあのジェフ・チャンドラーとロリー・キャルホンかなんかやってました。とにかくあの乱暴者って意味かな、スターディングって言いますよ、順がね。やっぱりティドリヒがトップで、ランドルフ・スコットのが上なんですね。後にもちろんひっくり返りますけど、ジョン・ウェインよりも、これ何、ジオンだって、もういいよ、ジオンで、ジオン・ウェイン。いや、でもそうだ、昔はそういう風にしてたんでしょ、書いてた。あれだね、だけどその方がいい時あるよ。例えばパリの街を歩くと、ビオロンの響きなんて何ともたまらない。ビオロンね、上田敏の訳詞から始まってる、ビオロンのため息だ。あれもバイオリンじゃダメだしな。そうだよね、ビオロンのため息だね。これはね、ガキの頃見てんだ、いつ頃から、24、5年かな、21年に日本で公開したんだ。昭和21年はい。とにかくね、ストーリーはわからない、うん、このウェインとそのランドル・スコットのもう格闘、なんだけど、カウンターに乗って足をさらうね、とにかく今日は格闘のシーンをね、ディドリヒを中心にね、2本お送りしよう。これがその頃のね、チャチというかね、まあ、ね、プログラムですね、ディドリヒがね、あれをね、見たらね、ほらもう、そんな見たことない、もうガキでしょ、もうこんなになっちゃって、それでその後、映画祭があってね、東急のホールかなんかで見たんですけど、やっぱり、ちょっとやっぱり違う、だけど、あれをガキの頃に見せられれば、もう、とにかく格闘といったら、スポイラースですよ。いやだから、役者も大変だなと思って、だって、稼ぎ傷は絶えないよ、あれ。だって、ずっとロングで撮ってるやつか、こうやってると、上からさ、途中で当てられない、体力もいるけれどもさ、殴られて、本当になんか当たってるみたいな。当たってるよ、あれ、当たってますよ。次は、サジンナ。これはあのジミー・スチュアートね。ジェームス・スチュアート、でこれがまあ、これもさっきの、そうさっきのデトリヒね、おめえと同い年です、でこれがまあいいや、見ようか。面白いね、デトリヒすごいね。前後なんか何もなくていいよ、あそこだけ何回でも見るよ。昭和16年だって言ってました。昭和16年、
いや、日本でこれやったのじゃあ、そうやったの、昭和16年に、ね、戦争始まった時だ、大東亜戦争、こんなもの見てる今ないよ、ねね、であのおまけにほらこの人はあのアメリカの両親みたいな部分があるから、フランク・キャプラですね、そう、うん、これあとでスミス役なんかでオスカー取るわけでしょ、だからあの殴らないよ、うん、確かにザ・エンターテインメントにはこのシーンがあるけど、水戸はね、いやジミー・スチュアートがそういう役柄の下手すら上位だとグワーッとなことやるだろうけどうジミーやってたらこうやってやってるだけでちゃんと絵になってる、面白いやつが綺麗ですよ、色気もあるしさ面白いね、後ろからさ物を渡すやつがいて、うん、それを投げてあの役なら俺できるよ、俺あれやってあれであれ物ちゃんと見えないきゃできないんだよ、ちゃんと渡すの、いいよ次何でもいいよ、やっちゃうよ、だけどいかにこうやって喋ってることよりも映画のがいいってのは分かるでしょ、そろそろお時間となりました、家元本日の締めのお言葉をお願いします、どうぞ、締め締めなんだよなんだよ、やっぱり一締めにジョークをやるか、うん、私はね若い頃ねちょっと写真という学校だったんですかね、写真のジョークってなんだよね、言い訳することないけどね、これあのシチュエーション何でもいいんですよ、軍隊であるのが、まあ、刑務所でもいいよね、並んでこうね監視みたいな、お前名前なんてんだい、山本と申します、お前なんてに聞いてないよ、私は何も言ってませんよ、これシャルト話なんですけどね、うんうん、まあ、世の中をはつかけに見ていくっていうのも大事かもしれませんですよ、来週